こんにちは、いちご屋一栄の、杉浦博史です。今日はですね、ちょっとこれを YouTube を、ご覧くださってる皆様にちょっと売り方のアイデアを募りたいなと思ってですね、今日はちょっと YouTube チャンネルアップさせていきます。いちご屋一栄は八百屋なんですけれども、まあ、いろんな商品販売しております。で、若いね、お子様連れのママが多いんで、結構まあ手土産とか、あとギフトとかの需要もあるんですよ。それで、いろんなお菓子売ってたりだとか、旬の果物とね、組み合わせたりとかするんですけど、そんな中でですね、こちら東京立川にあるですね、プルミエールさんという洋菓子屋さん、お菓子屋さんからとっても可愛い、勲章サブレ、この勲章のね、カンカンに入った、サブレがね、到着しました、届きました。で、これね、実はね、この、可愛らしいカンカンの中に、ラズベリージャムが4枚入って、1180円かな。正直言うとちょっとお高めなんですね。で、僕これ注文した時これ結構なんて言うんだろう、手のひらサイズなんですけど、手のひらにすっぽり収まっちゃうぐらいのサイズなんだけど、これの4倍ぐらいの大きさを想像して注文したんですよ。届いた時にこれ見て、実さっつってスタッフとも「一応これ売れますか?」っつって言ってですね「いやいやいや、これ東京の催事とかだったらもう大人気なんだよ」なんつってですね、今に至るわけですが、まあこれでですね、ちょっとただ置いといてもね、なかなか売れる商品ではないと思いますね。ちょっとまあこれをご覧のお客様にですね、こんな売り方したら売れるよとか、逆にですね、私こんな売り方してたらちょっと買いたいって思うかもなど、採用されるかどうかは別として、まあ、お気軽にですね、こちらのコメント欄まで、ぜひコメントしていただけたらなと思います。一応なんていうの、スペックっていうか言いますと、東京立川の人気洋菓子屋さん、プルミエールさんというケーキ屋さんに作った、サブレが入っております。添加物などを使わずに小麦粉、アーモンドパウダー、バター、砂糖、卵、食塩で作った、まあ、本当にケーキ屋さんが作る手作りの、サブレですね。そして真ん中にラズベリージャムが入ったサブレが4枚、入ってます。で、このカンカンはですね、非常に可愛らしいエンボス加工で凸凹になったか、加工がしてあって、もちろんお菓子食べた後にですね、いろいろ、まあ、アクセサリー入れたりだとかね、そんな再利用の仕方も、できるかなんじゃないかなと思います。で、賞味期限は12月の27日までかな。そんなにね、実は日持ちがしない、まあこれ美味しさの裏返しみたいなところもあるんですけれども、で、お値段が、税抜き1180円ですね。ということを踏まえた上で、こんな売り方したらいいよとかね、楽しいんじゃないのとか、こんな、売り方してくれたら買いたくなるかもなんていう、アイデア、ご意見ありましたら、そんななんていうの、本当にかしこまったやつじゃなくて、もう気楽、お気軽にこちらのコメント欄まで入れていただけたらと思います。で、コメントくださった方の中から抽選で1名様に、こちらの、勲章サブレ1180円をプレゼントさせていただきますので、どしどしと振るってご応募ください。応募期間はですね、この、YouTube が投稿させてもらってから1週間とさせていただきますので、よろしく、お願いします。いちご屋一栄、杉浦博史でした。チャンネル登録もよかったらお願いします。さよなら。